今日ですね、まあ、ライブに行ってきたんですけど、そこでですね、ちょっと、あまりにも、民度がちょっと、低い方々がいらっしゃいまして、ちょっとそれに、あまりにも僕がちょっと無理だったので、ライブの途中の MC のタイミングで、もう席立って帰っちゃったんです。コロナ禍の中で好きになった声優のユニットなんです。そして一応ライブの会場のね、レギュレーション的に撮影録音録画禁止、座席の移動禁止、ペンライト持ち込み、なんか改造のペンライト持ち込み禁止、アルコール持ち込み禁止、で、マスクの着用はしてね、で声出しは禁止です。はい。一応なんかね、場所によっては2月1日から声出しが OK の場所もあったんですけれども、このライブに関しては、声出しはまだ、OK されてない、禁止の場所っていうのを踏まえて聞いてください。僕が、スタンド席の最前から2番目、スタンドの2列目の場所だったんですよ。最初ライブが始まるタイミングでは、その僕の前2列がまず空いてたんです。誰も来てなくて。10分ぐらいしたかな ?2 席空いた中の1人がトコトコと来ました。ちょっと遅く、まあ多分遅れちゃったでしょうね、その人はね。入りましたと。で、ライブが始まってます。普通にもう歌って踊ってますよ、向こうは。その時に、おもむろになんかね、スマホとか触り出したんで、まあなんかちょっと、まあ嫌な予感するな。ここちょっとなんか嫌だなって思ってたんですよ。で、まあそのままライブが進んでったら、そっからまた5分後ぐらいに、もう一人来たんです。その空いてる2席の1人が座って、ここが空いてたんで、ここにバーって来たんです。で、その人が、もうこの人がもうやばかった。もう最初からずっとやばかったんですけど、この辺に自分がいました。で、その人はもうここにバーって来て、もうここですよ。ここに座ったんですよ。なんかこんな感じで、わかるかな?こんな感じでもう座り始めたんで、わー、ちょっとなんかやばいなーっていう人が来たんです。もう二人目です。で、どうやらその、最初に遅れてきた人と、二人目の人が、なんかまあ、連番で、友達同士だったのかわかんないですよ。連番で来まして。まずそのライブ中だっつうのに、そこでずっと喋ってんす。ライブですよ。で、みんなサイリウムとか振ってんのに、そこでずっと喋ってんの、その人たちが。いやー、うるさいなーってずっと思ってました。うるさいわー。でもまあまあ、喋るくらいだったら、まあ、いるじゃないですか、割と。うん。だから、まあ我慢してたんですけど、まあね、態度は悪くてずっとなんか多分ね、好きな曲じゃない時に普通になんか LINE してたりとか、ずっとなんかスマホ触ったりとか座ってなんかずっと喋ってるみたいな感じだったんで、すごい態度は悪かったんですけど、まあその辺はまあいいやと思ってたんです。でね、そこからがね、割とひどくて、いわゆる盛り上がり曲の、まあエリアがあるじゃないですか、ライブの中で。盛り上がる曲でね、ちゃんと叫び出したんですよ。叫んでるんです。もうわかんない。何かを叫ぶわ。首はなんかめちゃくちゃに振るわ。もう明らかにその席のこの自分のエリアをもうはみ出してめちゃくちゃ動くみたいな感じだったんで、ちょっとこれは迷惑だなと思って。激しい曲はまあこっちが叫んでたとしてもそんなにまあ聞こえないから多少は我慢してたんですけど、ちょっと静かな曲の振って曲が消えるところで叫んだりとか、なんか言ってんす、ずっと。うん。それがもうね、割とやばかったんですよね。まあ、ちょっとそこでもうやばいわ。ちょっとやばいわって思ってて。でも、そこからもね、割とずっとひどくて、チャミスル的なお酒を飲んでました。で、当然アルコール持ち込み禁止なんですけども、わーってもうなんか瓶ごと酒をわーって飲んでたりとか、もうアルコールの匂いがひどくて、その辺が。ちょっとね、これは自分の中で割ともう限界が近かったんですよ。で、そのままずっとライブが進行して、で、MC になりましたよ。そのタイミングで、スタッフさんがついに注意しに来たんですよ。すいません、声出し、ちょっと禁止なので、声は出さないでもらっていいですかみたいな感じで。なんかね、明らかに聞いてないというか、すごいなんか無視してるような、なんかすごい嫌な感じ。でもそこで僕限界でしたね。あ、これは多分今後もこの先も改善しないわと思って、ちょっとこれは申し訳ないけど僕もね、気持ち的に限界だったんで帰るかと思って、もうすいません、本当に申し訳ないけど、そのアーティストさんには申し訳ないけど、もう荷物をその時点でまとめて
もう去っても席立って、あのスタートからもうガチャって出ても帰っちゃいました。一番最初に言ったその禁止事項でいうところの、まずアルコールの持ち込みですよ。マスクもしてなかった。なんかあの、顎マスクだったらマスクもしてないし、まあ、声出しもバキバキにしてるし、その人たちのために早く声出しを OK にしてほしい。僕は絶対にもういかないけど。っていう感じでしたね。はいはい。このユニットのファンの方々と僕はもうその根本的に合わなかったんだなと思って、もうすいません、もう行きませんので許してくださいっていう感じです。はい。すいませんでした。もう僕が悪いです。僕が悪いですよ。って思っております。はい。